散々カリーにやられ続けてきた、キングスさん、ついにカリーが怖すぎてこんなにハイピックでもトラップ仕掛けるようになっちゃったんだよね。まあ1ピリからちょっとやってたのは知ってたけど、これ4ピリも続けてたんか、すごいよなこれ。もうだってラインギリギリよ、これラインギリギリのこのステフィン・カリーさんに対してもうこんなダブルチーム仕掛けちゃうんだから。でドレイモンドがねショートロールして、でこれをこう無視するわけにはいかないから、当然マリック・モンクがねこうヘルプに出るんだけど、まあそうするとねコーナーフリーになるから、モーゼス・ムーディにパスが渡って、まあそのままドライブしてっていうね、でイージーシュート、これまあ多分続けるんだろうね。なんかねケボン・ルーニーとかが分かるんだけどね、ケボン・ルーニーだったらなんかこうこんなに高い位置でもトラップします、でショートロールケボン・ルーニーされてもなんだろう、まあフローターも打てないし、まあドリブルつかせてちょっと迷わせることができれば、まあ、ケボンだったら成功しそうな気もするけど、まあ相手が誰でもステフィン・カリー止めるのがもう絶対っていう、まあ、そんな意思をキングスからは感じますね。来てた、あーまたやってるわ、うわー、やっぱもう何が何でもカリーにダブルチームっていうのがまあ今日のメインテーマなのかな。キングスはこれだってねえ、今度ロールマンウィギンズだけどね、スクリーナーウィギンズにして、でドレイモンドに中継役させて、まあ、スクリーナーが誰でもダブルチームするっていう決まりなのかな。でもこれもねやっぱどうしても4人をこの真ん中3人で守んなくちゃいけなくなるから、まあ、こうやってねオフェンスチャージ狙ってワンチャンにかけてる節あるけど、まあ無理だよなこれ。いやこれ間に合わないよな、どう考えても。だしワンサイドからヘルプ出ちゃってるからね、まあ、2サイドのねこうさっきマリック・モンクが出たところ、いわゆるケビン・ハーターだね、ケビン・ハーターがまあ、ここで出て、でマリック・モンクがカバーダウンしてだったらまだローテーションでねなんとかなる気もするけど、ワンサイドから出ちゃったらもうローテーションもできないし、しかもオフェンスファール狙ったのにブロッキング取られてるし、今度はスクリーナーがムーディーになってね、さっき1回目ドレイモンド、2回目ウィギンズで3回目ムーディー、ウォリアーズもこう的を絞らせないようにスクリーナーを毎回コロコロ変えて相手にアジャストさせないようにしてるんかな。でその上で全く同じシチュエーションね、今度はクレイ・トンプソンを中継役にして、でムーディーにボールが入って、で3対2のシチュエーションで、でもうドレイモンドはこうローポストにいるからもう仕方ないよね、こうライルズかな、ライルズが自分のマークウィギンズのマーク剥がしてドレイモンドのカバーダウンするってのもこれはもう絶対で、でタグもね高めよん、高めやんね、これがすごい下だったらここまでカバーダウン出なくてもいいんだけど、まあ、タグアップしてるからここまで、ね、高く出るってなると、まあ、カバーダウンもしなくちゃいけないんだけど、けどウィギンズのこのね3も止めなきゃいけないから、でもこっから勝つんでしょ、だからこれが多分修正されるってことなんだろうな、まあ、これをやめるのかはたまた修正されるかのどっちかやん。で修正するとしたら、まあ、俺はフォックスが行ってほしいよね、フォックスもしくはいやまあどっちかやな、こうどっちかがスクリーナーのディフェンスがこう自分のマークマンに戻るんじゃなくてローテーションに参加するパターンか、まあフォックスがこうハンドラーのディフェンスがまあウィングまでローテーションするのかの、どっちかやね多分。信念曲げなさすぎだろ。いやさっきまでさ一応スクリーナーいたじゃん、まあ、スクリーンされたらトラップしようねだったけど、もはやスクリーンなくてもスクリーンなくてもカリーにダブルチーム行くようになってるわ。でもこれも結局4対3を守んなくちゃいけなくて、まあでもこれは止めれそうやな、どうなんだろう、ちょっとムーディーが中途半端ですね、まあコーナーステイするか、もうちょっとタイミング合わせてちゃんとダイブするか、
ムーディのタイミングが間違うと、これは多分ケビン・ハーターが一人で守れるようになるから、なんかワンチャン守れそうな見た目もしてるけど、どうなんでしょうか、ポチッとな。ああ、全然だと。え、本当に勝つの、キングス。まあでもこれはドレイモンドが痛がってたからってことかな。ドレイモンドが痛がってて、これ多分来ないだろうっていうので、来ないんだったらダブルチームしていいやろっていう感じなのかな。まあでもドレイモンド来てるしな、普通。え、マジで何これ、どうやってこっから勝つの。なんか見えてきたぞ、わからんけど。いや、これならいいのよ。さっきもちょろっと言ったけど、このスクリナーがこうケボン・ルーニーになるんだったら、こんな高い位置でもうトラップして OK なよ。で、なんでかっていうと、ケボン・ルーニー渡るやん、これ。ケボン・ルーニーパス渡るやん。けど、例えばさっきみたいにムーディーとかウィギンズとかね、で、ドレイモンドもフローター打てるから、ああいう選手にパスが渡ると、これ今下にいるライルズは、もうちょいこう、高めにヘルプしないとさ、フローター打たれちゃうね。けど、ケボン・ルーニーフローター打てんから、だから、ヘルプの高さ、ここまででいいんですよ。で、ここまででいいとどうなるかって、この後サリッチがね、こうカッティングして合わせるんだけど、カバーダウンしなくて済むわけよ。で、カバーダウンしなくて済むとどうなるかって、さっきのウィギンズのスリーポイント、もあったし、ウィギンズのドライブもあったし、いわゆるこう、ウィングがクソフリーになるっていう状況を、キングス作らなくて済むわけよね。だからこれはすごいいいと思う。この後結果どうなるかって、ケボン・ルーニーフローター打たんで、なんかサリッチにパス出して、あーどうしよう言うて、まあこんなねシュートになっちゃうわけですよ。だから、うん、これはケボン・ルーニー相手にだったらもうバンバンやっていいんじゃないかな。まあ、これも決められそうだったけどね。決められそうだったけど、まあ戦術としてはいいんじゃないですか。要はこれよ。これ今、ケボン・ルーニーがデッドロー立ってて、今度スクリナー・ウィギンズになってるね。で、そうすると、さっきの、こう、ステイローっていう作戦が通用しなくなるから、この後よ、この後パス入って、結局サリッチにキックアウトされて、まあ、決まんなかったけど、全然、作戦は負けてるよな、キングス、普通に。これなんならウィギンズそのままね、スリーポイント打てるし、これはまあサリッチからしたらオープンショットだよね。だ、もう一発でスティーブ・カーなのかステフィン・カリーなのか、誰がコールしたのかちょっと分からんけど、まあちょっとケボン・ルーニースクリーナーにするのはやめようぜみたいな感じで、っていうので、こうこのポゼッションウォリアーズスクリーンしないのよ。スクリーンしないんだけど、これサボニスがねダブルチーム行くよね。で、そうするとどうなるかって、こう強制的にケボン・ルーニーがなんかショートロールしたみたいに なっちゃったよね。だからこれはカリーも出せないよ。出せるんよ、出せるんだけど、カリーの能力があれば出せるんだけど、出した後の未来が見えてしまったんだろうな、きっとカリーは。あ、これ出してもルーニーだからやばいってなって、だからこれ自分でちょっと無理やり、ずっと一人で無理やりボール持った結果、まあ無理なシュートにつながってしまったっていうので、いやこれケボン・ルーニーあれだな、危ないね、この外側にいるの危ない説あるな、これ。だからウォリアーズのカウンターパンチとしては、もうケボン・ルーニーを外に出さないっていう選択を取るしかないんだよな。もしケボン・ルーニーが外に出てると、あ、このタイミングだったらダブルチーム行けばいいやんっていう、で無理やりケボン・ルーニーをショートロールマンにさせて、でカリーがそこにパス出したら何もできねえって言って一人で突っ込んでっていう、まあ、分からんけど、こうケボン・ルーニー出してたことで、こうやってルーニーの、まあ、オフェンスリバウンド、まあ、こうやって繋がってるわけじゃんね。やっぱランニングさせたいんじゃないのこれ。俺多分俺の考察当たってると思うけどな。こうなぜめっちゃ調子の良かったムーディーを使わずにクレイをクラッチ出したのかでいうと、これもねダブルチームされるっていうことがなければ、多分カリーはそのままねオンボールでドラッグスクリーン使って自分で3狙ってみたいなことするんだろうけど、これもドレイにボール預けて、で何するかっつったら、
なんだろう、もうクレイとカリーで2人でさ、あのスクリーンし合ってっていうプレイに切り替えてる。で基本残り2分切ったらさ、もうエースがずっとボール持つやん。これは自分の推しチームでね、みんな痛感してると思うけど、だいたいサンズもずっとデビン・ブッカー持つし、バックスもヤニスかリラーとかずっとボール持つし、その中で2分切ってもなおオフボールでね、得点仕掛けようとしてるってことは、やっぱりオンボールで攻めちゃうとダブルチームでこっちが不利になってしまうから、オフボールにさせたい。でオフボールで動かすためにはもう一人ランニングシューターが必要で、だからムーディーよりもランニングシュートが打てる、まあ、こうやってねランニング3が打てるクレイ・トンプソンを採用したかった。だからここを今ムーディーにしちゃうと、まあいくら4分の4とはいえ、あの4回のスリーポイントじゃあランニングしてスリー打った時あったって聞かれたら、全部スポットじゃん、全部コーナーステイ、全部ステイしてスリーポイントだから、今日のステフィン・カリーには絶対打たせないっていうもう信念貫き通した結果、この土壇場でオールコートでステフィン・カリーにダブルチーム仕掛けるっていうね。いやこれは度肝抜かれたんじゃない。これドレイモンドも全く準備できてないもん。もう急いでやばいやばいやばいっつって急いでこう助けに行こうとしてるけど、本当はね真ん中に立たなくちゃいけないよ。ショートロールがなんでいいって、あれショートロールで全部真ん中に立つでしょ、このダブルチーム。だからこれオールコートプレスの時もあの考え方は全く一緒で、この真ん中に誰かいなきゃいけないから、このドレイモンドのこの動きはね助けになってないよね。だから本当はクレイ・トンプソンがもうちょい早めに気づいて、こう真ん中にねフラッシュして経由しなきゃいけないんだけど、いやこれはカリーも完全に一歩取られたね。うわおもろハーフコートでボール持たねえんだったら、お前がボール持つ瞬間のオールコートでダブルチームしてやるよ。おもろ、なんこれレギュラーシーズンって、ま普通にファイナルじゃん。やば、普通にやってることファイナルなんだけど、やばい、完璧に決まってる。オールコートステフィン・カリーへのダブルチーム完璧に決まってる。これねプレスじゃないんだよな、もはや。プレスだったらもっと最初からさ 2-2-1 みたいに準備してるんだけど、多分プレスじゃない。もうねあのハーフコートでやってるいわゆるダブルチームディフェンスをもうほんとまんまオールコートにキャパを増やしてただやってるみたいな。で今度はあのまあ、ドレイモンドにボールがつながって、まあ、いわゆるショートロールみたいな形になったよね。よく見る4対3、ドレイ、クレイ、ウィギンズ、ケボン・ルーニー4人を、まあ、ハーター、マリック・モンク、サボニスの3人で頑張ってローテーションして守るっていうね。これがねバスケットだよな。普段全く失敗しないドレイモンドがここでまさかの選択ミス。いやーでもそうね、オールコートだからちょっと準備できてないよね。ハーフコートだったらケボン・ルーニーはちゃんとデッドローで待って、でそうするとサボニスももっと下がってるやん。けどこれオールコートでやられるとまだ下がる前のスペーシングになっちゃうから、ケボン・ルーニーもこうやって高くなっちゃうよね。でケボン・ルーニーが高いとサボニスも高く守れるから、ドレイモンドも多分ねなんか圧迫感あったんじゃない。こうハーフコートだったらねこんなミスしてないと思う。ハーフコートだったら普通に突っ込んでフローターか、まあ、ケボン・ルーニーにアリウープしてると思うんだけど、これまだねオールコートでやられてるから、ほらケボン・ルーニーハイポストいるやん。だドレイモンドからするとなんかサボニスがめっちゃ高くディフェンスしてるというか、まあ、スペーシングが狭いように感じたんだろうね。で結果的にこういうパスミスにつながっちゃってっていう。すごいな、めちゃくちゃ集中してるわ。いやキングス好きだわ。フォックスがこうターンオーバーしようとした瞬間、ダダダダダダってしかもみんなやっとるやん。すごいなこの集中力、サボニスもケビン・ハーターも。いやいいチームですよ。タイムアウト、早すぎ、バロット。